ハムサラダはアングロアメリカの伝統的なサラダである。ポテトサラダ、マカロニサラダ、豆サラダ等のでんぷん質のサラダや、チキンサラダ、エッグサラダ、ツナサラダに煮る。ハムと少量のレディッシュを、たっぷりのマヨネーズ、サラダクリーム、またはミラクルホイップのようなドレッシングとあえる。ハムサラダは、ミンチ、角切り、またはひいたハムとマヨネーズ、または他のドレッシング。 角切りのピクルス、または、レディッシュから作られる。みじん切りにした生のセロリや玉ねぎが加えられることも、ある。生のきゅうり、人参、ピメント、スイートコーン、トマトが加えられることもある。他に刻んだゆで卵や、チーズ、豆、ゆでたジャガイモを用いることもある。冷やして強される。他のマヨネーズベースの肉類のサラダと同様に、出来上がりは、 つぼつぶの残る会場で、クラッカーに乗せるスプレッドやパンに挟んで、サンドイッチとして食べられることも多い。ハムサラダは、ペンシルベニア州西部では、今でも人気が高く、豚肉やハムの生産の長い歴史がある北中西部、中部大西洋岸、南東部でも人気がある。他のアングロアメリカのサラダと同様に、ハムサラダのレシピは、地域や家庭による違いが大きい。 ハムの代わりにボローニャソーセージ、スパム、その他の塩漬け肉やソーセージを使うレシピもある。ありがとうございます。